高気圧か高気圧か。さあ最初にお聞きいただいたナンバーは山下達郎で高気圧がある。かかってた今。かかってた。いいですね。はい、ということで始まりました、うん、タッチアカデミーラジオタチラジ。タチラタチラジタチタチラジ。ジングルかかったんだ。This program was brought to you by アワワ。お前のもんにすんなんだから。アワワ一社提供。アワワ一社提供だ。さあということで、はい、来ましたよタチラジ。来ました。来たね、久々の4回？第4回目。うん、ぐらいですね。そうですね。はい、うん、好評でいいのじゃ。そうですね。タチラジと、はい、ね、スパイシー大島はこれ好評企画です。そうですよ。はい、そこと並べられると同じ年齢なんか別に普通だなってね。同じ回ぐらい重ねてますから。どん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 確かにどっちも第4回ぐらいやってますね。はい、どうですか最近は。最近、うん、まあそう、もう夏も終わりますよね。でもね。うん、夏らしいことした？いや。もう僕らはもうたくさんしたね。したロケで、今年はしたね、うん、流しそうめんもした。流しそうめんしたね、うん、一番夏らしいじゃないですか流しそうめんなんか。流しそうめんの、うん、ロケしたんだけど、はいはい、そのおっちゃんがすげえ癖のある人で、なんか普通の番組側はね、なんかただただ流しそうめんのいい雰囲気を撮りたい、はいはい、でもそのおっちゃんは関西の人で、はい、関西出身で、はい、なんか面白いことしたい。うわ、流しそうめんの間になんかね急になんかね、うん、ミニトマトとかだんだん流し出して、うん、まあまあいいじゃん、まあ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 涼しげでいいですねって彩りもあって、うんうん、で まずミニトマトがつかめないっていうのは置いといて、はいはいはい、ほぼつかめないっていうこう滑っちゃって、まあ、っていうのは置いといて、まあ、だんだんなんかねキューピーちゃんの人形とか、うわなんかミニチュアのサンダーバード4号とか、でおいおいおい流し出してしまいには、はい、なんかすげえ使い古した卓球ボールとかないし、うわふざけんなよ履き違えてますね。いや面白いよかった、面白いからよかったんだけど、それは何だ、なんかそのそうめん屋さんみたいなことですか。いやキャンプ場だな、キャンプ場の、うん、あそれ作った人みたいな、そうすごい面白い方で、よかったんだけど、ね、すごい楽しかったいいですね。あとね湖の上でこう大きいサーフボードみたいの浮かべて、そこにこう立ってオールみたいなの、うわ最高じゃないですか、サップっていうやつ。あ、なんか見たことありますね。めちゃくちゃ楽しかった。できるんですか。できるもんなんすか。できるもんなんすか。できるできる、うん、面白かった。こうやって両方でこいで、うんうん、してないの、なんかそういう夏らしい。いやでもしてないっすけど、ね、なんかそのそうめんでちょっと思い出したんですけど、うん、淡路が一緒に住んでるんですけど、うんうん、このそうめんにちょっとトラウマを抱えてると。いやこれはね本当に多いと思いますよ視聴者の方とかも。そうめんにトラウマ。なんか夏になればってそうめん食べたくなる、食べたくなるんですけど、淡路はね、いいとこの子なんですよ皆さん多分。え？いやそうめんってね、高いものでもないしね。じゃあその中華そば、ざるそばとかいろいろあるじゃないですか、うん、うどんとか、うん、でそうめんも冷たい麺類の中でそうめん1位ですか。冷たい麺類、うん、あ冷たい麺類だったら最下位じゃないですか。そば最下位、でもあれですよ、家で食べるんですよ。あ家で最下位か、最下位じゃない、ね、いや圧倒的最下位。夏だったら圧倒的に1位に踊り出る。俺も1位に踊り出るんですよ、うん、そう俺冷やし中華より好きだけど、そうめん、うん、本当ですか。僕もどっちか。いやでも本当にね多いと思います、そうめんにトラウマ。どういうトラウマ。だからとにかく子供の頃毎日そうめん食わされてたっていう。そういうこと。そうですそうです。お母さんもお歳暮、お歳暮って言うんですか、お中元、うん、でイボの糸大量にもらってそれ消費しなきゃいけないからっていうことで。またいいそうめんだな。でも見え張るじゃないですかやっぱり。それで、うん、こっちは肉米だろうって思ってるけど、そうめんの日が何日も続いたわけですよ、うん、こんなトラウマ抱えてる人は本当多いと思ってて、うん、それでずっと食ってこなかったんですよ、うん。なるほど。そうめんを大人になってからも別に食べたい。そうそうめんは外れって感じのイメージがあるんで。でも確かに部活で死ぬほど汗かいてきて腹減ったって言ってそうめん出てきたらこの野郎ってなるじゃないですか。そうか。でも確かにそう、子供の頃嫌ってこと食べたは食べましたけど、うん、
と当時は確かにそうめんできたらまたかってなってたけど、大人になったらまたその違う良さというか、そうねそうね、なんか俺らそうめんまたかはないね、だからあのそんなに多くはなかった、俺らはそんなに多くない、へえ、ちょうどいい、それは本当に多分夏の間、うん、週に1回出るか出るか出ないか、あ、まあでもそんなもんですよ、いやその毎日ですよいや毎日なかなかいやだからこれが食育なんだなって思いました、その食を教育するっていう面ですごい我が家とはその違う質の高い教育を受けてきたんだなってタッチさんの家はいやいやいや本当に一流です、うちの親父とかは山菜とかも好きだし、うわ、あとはなんかあの道端でね、なんだっけ、あのこういう生えてるセリとか、セリとか、うん、一緒に取り入れて畑のでセリ取って卵焼きにしてくれたりする、うん、すごいな、それはすごい食育だわで、タラの芽が近所の親父に盗まれたとか怒ったりして育ててたタラの庭に植えたね、タラの芽がちょっと庭の外に出てるやつ、ここでもぎられて、はいはいはい、怒ったりして、いいですね、確かにそういう経験ないっすわ、あとやっぱね、俺らね割とこう体強いというか、うん、ね、あのどこが強いんですか、アイスコーヒー飲んだだけでそれはあるけど病気はあんましない、あ、はい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 、それ多分あのおばあちゃんがあの手の上にきんぴらごぼうとか乗せてそれ食べてたのが、多分菌がに抗体ができた、いやそうね、そう、非科学的すぎて外でめちゃくちゃ遊んできた、手の上にきんぴらごぼう乗せそれはおばあちゃんの知恵袋的なことですか、それともちょっと煮たから食べてみーのどっちですか、食べてみーの、あ、食べてみーの方なんですね、でもありそうですよ、確かに抗体ができる、だってそうめんってそもそもまあまあで食ってみたらまあ衝撃受けたぐらいもう電気が走るぐらいうまかったんですよ、そうですね、昔は、いや今この前食ってみたらもう、この前とか食ってみっつって、はい、食べたら、あ、それいいね、そうなんですよ、もう本当に食ってなかったんだ、そう本当に食ってバチーンって考えて落ちてうまっ、うまっ外ね、もう大雨ですごかった、雷もすごくて、いやいや、それはいい、雷落ちたんじゃん、そのまま僕に落ちてそっからそうめん、何をなんか一本だけ赤いやつ入れてんだよって思ってた僕があれ何のために風流ですねっていうぐらい、うんうん、あれ普通の麺つゆ、うん、麺つゆでした、あのごまとかは、あ、それなんかごまだれとかがあれば、ね、大島さんがなんかね、僕のおすすめつけだれあるんですけど、うん、豆乳に、あ、いやだわ、ごまだれ、あのしゃぶしゃぶとかごまだれ入れて、それラー油、そしたら担々麺みたいになるんですよ、いや、うまいよ多分、めっちゃうまいです、うまいと思う、めちゃくちゃうまいです、豆乳、まあ、ちょっとでいいですよ、そんな入れないです、だから味のほとんどはごまの味で、そうです、ごまだれがちょっと濃いんで、うん、豆乳でちょっと割る、俺あの麺つゆのあれがもう死のうと好きだね、麺つゆはもう最高ですよね、あれにもうこ、あのネギとミョウガ、ミョウガ、ミョウガなんか言ったのも間違いないですけどね、ミョウガねえやつらだな、しょうがねえやつらだな、ミョウガねえってこの二人の二人の好きに、でもそうめんはね、やっぱ食いましたね、でも僕もいいですか、夏というか最近ちょっとあの僕も成長したなって思うんですけど、やっぱりなんていうんですか、もう日本で暮らしてる限り野球ってもう一般教養じゃないですか、まあ、一般教養、まあね、だって3人大好きで、まあね、はい、で全然僕話に入れなかったんですけど、うん、ついに僕にも好きな球団ができたんですよ、野球で、はい、いいことじゃん、そうなんですよ、うん、この球団をしたいなっていう、タッチアカデミーでも野球ゲームとかやるしね、あ、そうですよね、大島さんが西武好きだったりみたいな、うん、はい、淡路といったら野球興味ない、うん、そうなんですよ、常にバスケしか見てない、すぐ NBA の話題に NBA ちょうど今オフシーズン、でもいい NBA は、はい、それで、それでやっとあの押したい球団ができて、そう、それはめちゃくちゃいいことじゃん、はい、そうなんですよ、あの、うん、知ってますかね、中心兄弟、中心兄弟、宇宙、宇宙しか知らないです、あ、その辺兄弟、いや違う、宇宙兄弟じゃない、草野球か、違いますよ、プロ野球中心兄弟、プロ野球、はい、ないよ、プロ野球ないよ、中心兄弟っていう、エリキ兄弟のこと、いや違いますって、エリキ兄弟じゃねえな、エリキ兄弟、それも分かんないですよ僕巨人とか、ね、はい、パとかセとかね、あると思うんですけど、中心兄弟っていうのが台湾のチームなんですよ、台湾のプロ野球、台湾のプロ野球で、また尖って
ってるな。いや、それが台湾のプロ野球ってチアリーダーがいるんですよ。日本にもいるよ。でも本当ですか？いるいや、でもちょっとね、本当そのチアリーダーの中心兄弟のチアリーダーのチュンチュンちゃんっていう子が、うん、まあ可愛くて、もうその子の動画最近いつも見てるんですよ。あの YouTube で、はい、チュンチュンちゃんなんか出てくるかもしれない。いや、俺も出てくる。俺も最近出てくる。見てます。淡路が見てるからかな。淡路が見てると俺らのとこ出てきちゃう。出てきちゃうんですよ。いや、見てくれた人可愛かったですよ、チュンチュンちゃん。見てない、見てない俺。見てないんですか。いや、可愛い。僕もその流れてきた動画見たら確かに可愛いんですけど、うん、もう野球もうほぼゼロですよ。そのチュンチュンちゃんがただ踊ってる。お前、いや、そうですよ。いや、あれ野球じゃないな。じゃあ野球チームなんで好きなんだ。いや、チュンチュン、いや、それがね、まずそのチア、僕が一番好きな応援歌みたいなのあるんですよ。名前とかも分かんないですけど、うん、なんかペッペペレッペペレレレテテレテレレレテレレテテレテテテテテみたいな。でチュンチュンちゃんがチェシーチョンビセチリチェシーセイセイセイってあるんですよ。チュンチュンちゃんじゃねえかで、これをやってる時に中心兄弟の誰かが打つと、これをやめてこうフェンスにこうやるんですよ。あ、それが怖い。だからチュンチュンやってる、だからチュンチュンやってる時、誰かが打ってくれればハーってなったらこうなるんですよ。でなんか他のメンバーとハイタッチして、でまたセイデンセイデンやりますよ。こうなって、だからそれ野球、いや本当に野球じゃねえ。本当にちょっと上級者の楽しみ方教えてもいいですか。うん、まあまあね。まあその曲の時に絶対こうやるんですよ。チェスイチェンチンスイって。パンケーキじゃない。あ、まあまあこれ昔だ TikTok だ。それに多分かま、うん、合わせてるんですけど、これたまに動画見てると、チェスイチェンチンスイ。これ出てくるんですよ。あー、ハートだ。シンシンシーシー、ハートだ。これがたまに出てくるんで、この動画を探すのがまた楽しいんですよ。だけど野球見ろよ。これがたまに出てくるんですよ、これが。そんな出てこない。ミニハートが。そんな出てこない。ここまで言われると見たくなる。見てる。ユンチュンちゃん、この前なんかタイガースとなんか交流戦みたいな。はいはい。チュンチュンちゃんね。でも確かに。チュンチュンちゃんはでも間違いなく来ます。可愛いですね。でも見たの？ちょっと見ちゃいました。あまりに言うんで、はい、30歳ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんだ。あの、若くないんだって、そんなに。それはいいね。そうそう、29、30とかその辺らしいです。でも、そんな全然見えないです、そういう風に。へぇ、一緒にいたいなと思って。これ一緒にいたいなんだ。せいせいせいの時の淡路がたまにウィンクするのがすげえ気持ち悪い。分かってないな。違うんですよ。チュンチュンちゃんはやっぱり人気なんで、みんなでこう、目くばせしながら、みんなやってくださいで、たまに出てくる。それを真似してるんですから、チュンチュンちゃん。まあまあね、はい、まあ、野球で好きな球団できたとかじゃなくて、チュンチュンちゃん、ね、いやでも中心兄弟が活躍すれば、やっぱチュンチュンちゃんの可愛い一面がまた見れるんで。へー、はい、なるほどね。いやでも流行るんじゃないかな、これから。そういう、そんな結構バズってんだ。いや多分これからね、どんどん取り入れられると思います。日本のチア、あのそのなんていう応援の、はいはい、あのチームはいるけど、チアの、うん、でどっちかっていうとこう可愛い方ももちろんいるけど、どっちかというとダンスの凄さを見てくれみたいな、ね、パフォーマンス力みたいな。オリックスとかすごいですもん、うん、すごい。あ、そうなんですか。だからそっちがメインだから、そのあんまりこうこの人可愛いとかでね、あ、応援応援とか、あ、まあ、もちろんそういう人もいるけど、じゃないかも。なんか文化なんですかね。ああ、そうなんですね。だから結構チアリーダーの方がそのちょっと見たら応援を引っ張ってるみたいな感じだけど、日本は違う、ブラス違うね、違うじゃないですか、うん、応援団の方が引っ張ってるから、ちょっと文化が違うのかもしれないですけどね。うん、見に行ってみたい。でもちょっと気になるな、うん、俺あれは見る、あのマスコットの、うん、あのなんかドアラの面白映像みたいな、あ、人が撮ってる、はいはいはい、あれ面白いね。あの巨人戦の時井端そうね、そう知らない、そう絡み、絡みに行くやつとか、うん、見てない、見てない。そうなんだ、そうなんだ。あ、元チーム、元チーム。あ、あれとかですね、チュンチュンちゃんがトラッキーの帽子取って、大きすぎる、大きすぎるってやる。トラッキーって何？トラッキーって阪神と、だから阪神と、はい。なんかドアラが、うん、あの他の球団のマスコットとこうやって、あのチアリーダーたちが出てくるときに、うん、こうやってあれ作るの。あ、サザエさんみたいな、アーチ、アーチ、アーチつくんだけど全然違うとこ通られて、こうやってチキションってやってるだけ。人間、人間見てるか、まあ、見れますよ、見れちゃう、ね、なんかすごいキャラクターにあるんですよね。俺やらかした企業の列伝みたいな。やらかした企業、俺が引き金になったんだな、
みたいな。あの声の。ノバとかね。僕行ってたんで。はい、見ました見ました。それすごいすごい勢いで成長してったのよね。宇宙のやつが。はいはいはい、この二人をいてキャラクター。ここに不時着したら一瞬で灰になってしまうよね。あれ同じ人なんですか。いやあれって違います。コンピューターのあれタイピングであるんですよ。なるほどね。タイピングしたら読んでくれるって。もや様とかもね。あーそうそうそう、なるほど、そういうやつか、うん、あれでいいな俺ら全員。えもう今日は20人あれでいいんですか。適正は何で行くのかな。確かにできそう。いやね、で、あのじゃあ今日のね、うん、テーマいきますか。あーテーマあるんですね。はい、そうですね、はい、今日のトークテーマですね、はい、お悩み相談。お悩み相談。お悩み相談。お悩み相談ですって。一番悩み解決できる4人が集まりました。いやいや、できなそうな4人なんで。できなそうですよ、ええ、はい、じゃあもうあの早速、はい、行ってみましょうか、はい、もうちょっとあのタチアカっぽいやつからいきますね。はい、はい、タチさん、淡路さん、小島さん。大島だよ。こんにちは、はい、ラジオネームとかあるんですか。大島だよに何か言って、うん、それになんかもう飽きてるじゃないですか。お悩み相談、ラジオネーム MO さん。 MO さん、はい、うん、モンストで爆死した時にどのようにモチベーションを取り戻すか教えてください。いやもうこれはどうなん。いやでも別に取り戻さないよね。取り戻さない。ひたすら引き込むね。めちゃくちゃしっかり落ち込んで、うん、また応募ため集めるから、はいはい、ちゃんと下がりますよね。ちゃんと下がる。慣れないし、うん、爆死にはやっぱり。でもね、僕らはこう縛られてる身じゃないですか。立ち上がに。いつでも行けるわけじゃないですよ。そうなんですよ、はい、うん、だから例えば、うん、ガチャが始まった1周目に引きます、はい、爆死しました。一個も当たりませんでした、うんうん、ね、コラボキャラ3体のうちに、はい、で、もちろんね、うわ欲しいってなる、うわ、はい、最悪ってなるじゃないですか。でも次引けるのが1週間後、うん、2週間後だったりとかする、うん、はいはいはい、そうするとちょっと気持ちも落ち着いて。いや、すげーわかります。かる、すげえわかります。あれすげえ欲しいわけでもねえなってなって。あ、それはあるね。だから初日に引かないことじゃない。そう、それあるよね。それあるよね。いやすげえ、確かに確かに、それすげえありますよね。わかります。だって昔のさコラボとかのさキャラってさ、うん、もう数ヶ月経つとさ別になんか、うん、確かに理想で言えば、うん、他の誰かがツイッターでゲットしたよって情報開ける前に先にゲットしたいんだからね。本当は。そうそう、本当はそうですね。本当は。本当は、うん。でもそれができないから、みんながもうひたすらもうゲットしたっていう情報を知れ、でも俺ら引くの3日後だしなって思いながら、うん、で人の使っちゃうじゃんその前に。はいはいはい、そうなんですよね。そうするとまあ別に。そうですね。うん、まあ、落ち着きますよね。そっか、うん。確かに。だからこう怒りのなんか。ムカッと来た時8秒我慢すればみたいな。あ、アンガーマネジメント、うん、ちょっと1週間我慢すればでも本当にそうだと思いますけどね。でもどうやって冷めるかですよね1回、うんうん、でもフレンドで実際に使ってみるっていう。そうだね、結構いい手かもしれないですね。なるほど。だから淡路とかどうすんの。だってその引けなかった時割と10連だけとかが多いじゃん。はい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 、そう、足さずにオーブ課金とかせずに、うん、はい、未だにやっぱソロモンとか持ってないし。持ってないですけど。それでもういいの、もうやめて。はい、全然いいです。だから俺淡路モチベーション低いととことん低いじゃん。何もやんないとかあんじゃん。だってさっき覇者へ登るのやめようかなって。60個もあるのに。いやもう嫌なんですよ覇者が。うん、いやでも多分それはあれですかね、そのどうしてもコンプしたい欲みたいなの見てるんで、タッチさんとかの、うん、あ、なるほど、はいはいはい、あ、で散っていく。それはすごい、そうですね、客観的に見て、あ、これダメだこんな苦しみに、はい、俺には耐えれねえやっていうのがあるかもしれないですね。確かに。で人なんかさ、俺らもさ知り合いのさ地元の友達とかさ、うん、ちょっとなんでお前はいつもいい引きばっかしてんだよみたいな思う時あるの。ありますね。でも困っ、なんかそれはもう引いた時だけ言ってるから、うん、多分引けてない時もちろんある。そうですよね、爆死してる時もあるし。なんだろうな、俺らがこう動画やってるってだけで
ソロモン3体当たった画像とか送ってきて、ちょっとやめてくれよ。そんなことあるのって思いますよね。いやそう、まあ、ちょっと我慢、いつでも引くが怖いですもんね。そうだね、たまったら引くっていうのをやめたら、うん、そう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 。あとその期間中は1回だから、あと8日あるとかになったら、うん、終わる寸前にもう1回引こうかなぐらいの、うん、そうそう気持ちでいれば、その間にちょっとね、落ち着くし、落ち着くし、そうそうだね、うんうん、確かにそれがいいかも。また終わる前にもう1回引こう、その時当てればいいやぐらいの、うん、そうだ、ね、それでいれば、うん、ということですね。はい、はい、モースさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。これいいですか、はい、行きましょう。ラジオネームサナッチョさん、サナッチョさん、タクヤさん、カズヤさん、大島さん、アワワちゃん、こんにちは。こんにちは。あ、違う、大島間違えろよが正解。いやいや、むずいな、お笑いむずい、お笑いがむずい、小島さんのやり口だ、本当だ、間違えろよ。いや、いいんです。はい、僕は同期や後輩とは何の気兼ねなく話せるのですが、先輩と話すときだけ異様に緊張してしまい、全然会話ができません。芸人の皆さんは先輩付き合いがいいイメージあるのですが、何かコツなどがあったら教えていただければ嬉しいです。わ、いる、この事務所でとかですげえ喋ると緊張する。いや、めちゃくちゃいますよ。いますよね。タッチさんぐらいじゃないですか、逆に。で、基本先輩緊張しろやし。ちょっとで、基本的には僕も緊張する方です、先輩と喋るのは。やっぱゴージャスさんとかとも話せるときもちょっと緊張します。あ、そうですね。あ、まあそっか、ゴージャスさんとそこまでたくさん会ってないもんね。会ってないんで。タッチさんは逆にあるんですか。そう、あるあるある。それ緊張する方ですか。いや、でもタッチさんかね、やっぱでも、うん、サマーズさんとか、もう会うと何喋っていいか分かんなくなるぐらい緊張してたんだけど、やっぱりなんだかんだで仕事で一緒にいたり、そのロケとかも海外ロケとか一緒に行かせてもらうと、なんかやっぱり急激になれるもんだね。あ、なるほど、時間とか、うん、それってタッチさんから行くんですか。あの、サマーズさんが声かけてくれてとか、なんかきっかけみたいな。あの、それもあんだけど、なんか、徐々にかな、そう、あの、頑張ろうとしちゃうの、先輩から声かけてもらうと、はいはい、あ、そうっすね、なんとかですねとかなるんじゃなくて、別に自然な回答を多分求めてて、先輩は。確かに、あ、なんか暑いよねって言われたら、あ、そうっすね、暑いっすね、でいいと思う。で、なるほどなるほど、やべ、終わらしちゃったとか気にしないでいいよ。逆に頑張っちゃうと、なんか空回りしちゃうみたいな。うん、そうだね、うん、でも先輩付き合い上手い先輩が一番難しいですよね。あ、そのなんか後輩が上手い、あ、そうそう、確かに後輩で可愛がられ続けてた人が一番やっぱ先輩にした時に、うん、厳しい厳しいですね。あ、そうかもしれない、ね、やっぱその別に無意識で厳しいんですよ、うん、その無意識に気がつくタイプだから、うん、俺なんでできてないんだろうって、やっぱその人も気になっちゃ う。その人ができる人だから、はい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 、そういう人難しいですね。目も泣いてるよ。ああ言われたことある、ね、ある。やだやだ、いますよね。いや、その席座るのおかしいじゃん。ああ、やだやだ、うん、先食べちゃったよ。ちょっともう誰か頭に出てますか。大丈夫ですか。リアルすぎて。でもタッチさんって本当事務所で言うと売れるのが早かったから先輩多いですよね。いやいやいや、先輩でもそうね、先輩多いですよね。先輩多い、確かに。だからまあその付き合う所作はすごいなと思う、だからもう営業行ったらもう山盛りゲーム持ってってみんなでできるようにね。タッチさんか、その楽屋でもみんなでゲームできるように。あ、それなんだろう、あれとね、でもね、スイッチとか、ああ、そう、はいはい、あの太陽の里っていうとこで、あの芸人いっぱい行くとこで、はい、ゲームそう持ってって、で、あの俺らほら、あのなんだっけ、スマブラとか、はいはいはい、やってる方だから、うん、全員ボコボコにしてやろうと思って、コントローラー4つ持ってって、うん、いいよ、みんなかかってこいよっつって、うん、で倒してたらマネージャー、はいはい、がなんか、ね、若い子に来たの、来たの、ちょっと、あ、僕もいいんすかみたいなのやって、うん、なんかね、ちょっとね、あの入り口のところで座ってなんかやってたから、なんか、はいはい、やるっつって、入れてあげようと思って、北に君もやろうよっつって
やったらすげえ強いでやん。そうなの。全員ボコボコ。鬼強い。お前強いかい。俺が一番強いのになと思いながら待ってた。ああ、そうそう。早く呼べよ。誘われないかな。付き合い。威厳がね。緊張はしますよね、うん、いるよねそれ厳しい。でも大島さんは本当にいい意味で後輩にみんな舐められて。あ、確かに俺には誰も緊張しない。だってこの立ち上がり見見てる方からすると、うん、まあ大島さんの後輩って僕だけじゃないですか、うん、でまあ舐めた口もよく聞いてるんで自分で言うんだよ。いやいや先輩ケーシーってすごい言われますけど、うん、もうホリプロコムの大島さんより下全員舐めてますよ。全員舐めてね。だからそれをちゃんと突っ込んでくれるからって言って本当疲れてます。だからそうね、うん、それこそ優しいってことですね。優しい、はい、付き合ってくれる。そうそうそう、やりやすいんですよね、後輩が、まあ、本当に怒る人が怒るもんね。そうですね、その激励ってそれぞれあるんで。ホリプロコムで一番、うん、その怒るし、うん、好かれてる先輩は俺江戸紫の野村さんだと思うんだけど。あ、そうなんですね。これね、すごいよ、バランスがもう。へー。ね、野村さん、僕らすごい付き合いあるんだけど、はいはいはい、何の、このなんだろう、わだかまりとかもなく、普通に注意してくれるの。うん、へー。あ、それ、先輩やる前にやんない方がいいよ。あー。やっちゃダメだよ、とか。ぐらいの、ほんと、そのぐらいの。それ言ってくれた方が嬉しいです、ね。ありがとうございます、みたいな。マネージャーとかにも、あ、これこうしなきゃダメだよとかすぐ言うの。で、うん、その嫌な感じがしない、一切。いいですね。一番理想だ。末っ子なのね、三兄弟の、はい、多分そういうのもなんかあんのかもしれない、はい、なんか争い事が一切嫌みたいな。はい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 。あと気になったことは言っちゃうみたいな。あ、でもいいですね。僕ちょっとこわ、ちょっとあんまこう接したことがない分、ちょっと野村さんってちょっと怖い。あ、怖くない。全然怖くない、うん。ただだからその後輩が先輩、その野村さんの前で後輩がなんかマネージャーの悪口とか言ってると、それちょっと違うよとか言われて、いやでも、なんでお前が言える立場じゃないだろうみたいなとかも、そういうのも。でも、じゃあ楽屋のケータリングのポテトとか全部食っちゃうやつとかいたら、あれよしな。ああ、そう、そんぐらいの感じだもん。そんなぐらいで済むんですか。そうそうそう。危ないな。そうね。でもなんだこれ悩みの。いや、これ面白いテーマですけどね。でも確かにこれでも緊張し全くしないのもダメなことじゃないですか。そうなんだよね。緊張してるだけいいですよ、ね。いいよね。緊張することはいいけど、うん。でも生意気な人の方が好かれたりしますもんね。意外と。最終的にはね。そう、もうアホジがもう自分を認めさせるために肯定させる。でもなんか逆の話も聞いたことありますよ。すっごい大御所の方がなんかゴルフかなんか行くって言って後輩一人運転手として呼んだらしいんですよ。でその後輩は運転中一切喋らない、ご飯食べてる時も一切喋らない、美味しいですありがとうございます一切言わない、こいついいなでずっと仲良くしてもらってるって。かっこいいね。逆にそれできないじゃないですか、後輩として。でもそなんかしなきゃとか、先輩が言った時すっごい笑ってなんかとかとか、そうだね、それが逆に好かれて、口から踏んなきゃダメなのか。あ、そうですよね。そういうのがないってこと。はいはいはい。もう単純にその俺はこれだけで呼ばれてるからっていうのを意識してやったら、うん、はー、稀なパターン。まあそういうね、うん、いますもんね、うん、それが好きな人もいるしね。めちゃくちゃもっとなんかこなんかいいですか話して、うんうん、なんか吉本の人から聞いたら、うん、吉本は一番結構いいなって自分が思うのは、うん、その人が聞いたのは先輩選べるって言ってました。あ、多いから、多いから、あ、この人と居心地いいなって思ったらその先輩と仲良くなって、確かにその軍団っていうところ入れる。でも他事務所だともう多分ほぼ軍団1個しかないんで。確かにね、分かる分かる。そうですよね。そうか、その先輩たちとつるむか、自分たちの同期とか、あ、そうですよね、自分でまた作り直すかみたいな。確かに。だからちょっと付き合いにくいなっつったら、うん、あ、ごめんなさい、都合が悪いですって断ってれば誘われなくなるしね、うん、そうですね、うん、吉本の場合はそれがね、また別のその先輩からしたら別の後輩もいっぱいいるし、はい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 、そうだね、確かに、うん、確かにそれいいですね、うん、確かにね、なるほどね。だから本当この前だから直接ホリプロコムの先輩で、うん、
このスペシャルライブあったんですよ、うん、でスペシャルライブの後って大島さんもいらっしゃいましたけど、うん、の打ち上げがある、はい、打ち上げがあるっつってその仲いい先輩にそのもちろん先輩打ち上げ行くんですよねって聞いたら、うん、いや俺らちょっと前乗りで、あそうなんですねって言って、あ明日どっか行くんですか、いや明後日長野なんだよって、あれ明後日、うん、前乗り2日間いんの、確かあれ誰だって言って結局打ち上げ来なかったんですけど、えなんで、はい、誰、さあ次の行きましょうそうしたよねタッチさん、タッチさん、俺タッチさんがいるからと思ってライブ出てないのに行ったの、はい、僕、はい、お前でもあれだな、あの大島あのライブのライブ本番中にずっとミラティブやってたそれ違うそれ違ういや違うんすよ、あれは僕なりにやっぱちょっと悔しさもあったんですよ、はい、そのいやいや何ですか、まあ、ブッキングしちゃうじゃんだって、いやでもそれ客層がいやブッキングしないでしょそれはねえ見てもらいたいな、いや次行きましょうか、はい、じゃあはい、どれで行きましょうかね、あでもいっぱい来てますね、いっぱい来てるんですよ、あこんなん言ってみましょうか、はい、たくやさん、かずやさん、あわわちゃん、ほかほかっておいの皆さんこんにちは、大島だよ、はい、あラジオネームコインケスギさん、いやケインコスギみたいにいつもラジオ楽しく拝聴しております、はい、私の悩み聞いてください、もうすぐ40を迎えるいい年なのですが、箸の持ち方がクロス箸になってしまいます、あ今まで幾度となく矯正しようといろんな方法を試しましたが、この年になっても未だに治りません、皆さんはいくつになっても治らない癖などありますか、これからも配信頑張ってください、癖ね、ね、そうだ、うん、でもクワマンさんこんな持ち方ですよね、そうそうそう、そんな持ち方、こうじゃない、アロハみたいな、グー、こういう、いやこうだったと思いますよ、クワマンさんアロハじゃんこれ、グーだよクワマンさん、こうなんで、はい、そんな気にしなくてもいい、タクヤクロスバッシュでねクロスバッシュなんかなあれ、あのつけちゃうから、あの開くときにこっち側がこうクロスしちゃう、後ろが、ダメなんですかそれを、番組によってはこの仕事してると言われるんですか、直した方が言われる、だから食レポの時はこう気をつけるようにして、だから毎回食べる前にちょっと待ってくださいね、ちょっとしたらちょっと大変だな、箸を一回こう自分のこっちの左手でこうやって持ち直してこうやってやってる、はいお願いしますつってここに隠して、もう崩れない、パッと持てないからでもちゃんとやってる、すごいな、でもそれで言うと僕魚をきれいに食べれないですね、あ練習とかしたら治ります、じゃあ魚はきれいに食べるの好き、俺も好きだわ、あそう、うん、僕もいいな、こんなんやってでしょ、こんなんやって、あの真ん中骨のど真ん中にこうやってお箸当てて、こう両端にこうやって分けて、すごい、骨取ってね、なんかいいよね、なんかあの手間が好きだけど、わかります、達成感もあるし、なんかそれやってもさ、細かい骨残ってる時あるじゃん、それはまあだから箸で先取る、俺は口の中で取るの嫌だから全部取っちゃう、僕も取っちゃいます、そうすると身がもうホロホロになっちゃう、だからそこ力加減で薄くこう骨なんか骨を探してこうやって一本ずつ、いいな、俺はもうめんどくさいから食べないっていう選択肢、いや僕もそっちです僕もそれ、僕はなんか手羽先もそれで僕は卒業しました、手羽先はうまいじゃんだって、手羽先、いやでも卒業しましたね、卒業すんなよ、手羽先なんか食べ方あるみたいなあるじゃないですか、あれは山ちゃんの、ね、山ちゃんは片方パキって折ってこっちュッて、はいはいはい、あんなに手もギトギトなって肉こんなけってやっぱ思っちゃって卒業に至ったんですけど、山ちゃんはまだマシだよね、あのおしぼりとかね、ちゃんとくれるから、なんかさたまに居酒屋でさこんななんかちっちゃい薄いやつ、ね、さ最初にもらったおしぼりでさ全部いかないとありますね、ありますね、全体抹茶っちゃになってる、ね、お弁当に入ってる時ないですか、手羽先、はい、たまに骨付きみたいな、箸でちょっとずつかじろう、いいなあといらないなと、俺でもあのエビ卒業したから、あエビあなんで卒業するの、エビはでも僕もゆでエビみたいな入ってんじゃん、いいお弁当、はいはい、美味しいじゃないですか、あの殻を剥く手間に対して、はい、ゆでエビみたいなの、はい、そんなに味ない、いやめちゃくちゃわかるわあれは、しかも透明だし剥けたかわからないしどういうこと、俺淡路と気が合う、わかるわ、卒業組、嘘でしょ、お島普通に大丈夫、僕も何でも食べますね、うん、はい、なんか
めんどくさいから食べないとかないです。めんどくさい食べ物は嫌いですね。もう弁当も肉とかじゃないじゃん、はい、ちょっと話変わるけどさ、はい、甘エビのさ、はい、あの頭の部分、はいはいはい、あそこチュッて吸う、はい、女の人が超怖いんだけど、ね、怖い、ここ味噌がうまいんじゃんって、ちょっと、ああ、ちょっと脳みそ、脳みそ吸ってんだよ、なんか怖くはないけど、エビの脳みそさ、ちょっと吸ってさ、怖ってなってるから、カニ味噌もはいいんですか、カニ味噌は。カニ味噌まだいい、まあ、確かに僕もそれや怖いというか自分ではやらないですね、ちょっと、うん、うってなっちゃうかもしれない、ちょっと人の頭だと思ってる。全然怖いです。何でもそう。それは怖いです。人の肉でも嫌です。やるな。よしやるな。骨でも。癖なんか。でも自分で自覚ないのとかもいっぱいあるでしょ、ね。あ、でも僕は筋トレとかもするようになってから、これが癖になっちゃいましたね。あ、触るの。ね、あ、触るかも、ね。ずっと触ってるわ。触ってるかも、ね。触っちゃうんですよね。うん、ちょっと大胸筋大丈夫かっていうのが。確かに。なるほどね。その。これ癖だね、癖ですね、うんうんうん、俺あのうがいの時にうわ、ん、ーって一発目のうがいうえーってやっちゃうんだけど、それはもうおじさんだあ、うがいって音出します？僕一回注意されたんですけど。え、うがい音出す？黙ってるぞ。あ、声出しますよね。あ、声出すってどういうこと？え、だからそう、あーって言いません？でも言わ、あーとは言わないよ。言わないタイプです。もう言わない。あ、ってこと。はい。あ、でも俺もそっちか。音出さなくてもできるんだよ。そう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 。俺もそっち。あーあーってやんの。はいはいはい音出さないですか皆さん。出さないな。出さない。いや、意外と出てるかもしれない。ちょっと本当調べてみてください。ちょっと調べてみて。動画って。あ、いらないです、いらないです、別に動画は、ね、じゃあどんどん行きましょう。なんかたくさんいただいてるんで、なんかもったいないですからね。これいいですか。はい。たくやさん、かずやさん、あわちゃん、小島さん、こんにちは。大島だよ。これいっぱいあんな。いっぱい。嬉しいですね。最近ネットフリックスやフール等の動画配信サービス盛り上がってますが、はい、好きに見る作品の参考にしたいので、皆さんが最近ハマってる、また昔から好きな動画配信サービスオリジナル作品や映画、アニメ、ドラマなどを教えてください。これはいいじゃない。ちなみに僕の好きな映画ハリーポッターシリーズ。いいですね、いいですね。ラジオネームマルフォイさんから。だからマルフォイなんだ。マルフォイさんだ。ハリーポッターだ。高マルフォイ。ハリーポッターが好きだから。でもあれ見ましたよ、全裸監督。あ、どうだった？面白いね。面白いっす、うん、でも面白いっすけど、やっぱちょっと怖いもん。ちょっとなんか日本闇の部分みたいな。あ、ドキュメンタリーとしてね、すごいっす、面白いっすね。あれでもね、別れる人いて、女性でもダメな人ダメだよね。なんか、気持ち悪いって言って。いやそうですね、うん、過激ですもんね。だいぶ過激なんで。いいですよね。でも面白かった。面白い、面白いっすね、うん、僕らはもうネットフリックスだったら、あれ、あの水曜どうでしょう、やっぱ面白いです。面白い。あれす、ど、僕もそれ聞いてみたいんですけど、 どの辺、どっから見たら、どっから見ても大丈夫、どっからでも大丈夫。どこが一番でも大丈夫。どれがいいですか。結構でも人気。じゃあ、もう言う、言う、もう言う。言う、分かった。ベトナム。ベトナムなんですよ。ベトナム編なんですよね。ホーチミン。ホーチミン。あれ超面白い、ね。もうオープニングの原付の多さからもう圧巻ですよ。大丈夫、ホーチミンから見るの。ネットリックス。ネットリックスあるから、ホーチミン。ホーチミンは。そうで、どっから手つけていいか分かんなくて。あの、やっぱアドベンチャーですよね。そう。うん、やっぱとにかくその大泉洋さんの、うん、才能が分かる、この器用さと、はいはい、この人面白いなっていうのは分かる、うん、そうですよね、うん、見てみよう。じゃあベトナム編。なんかだって最近ツイッターでバズってましたよ。なんかそういうネットフリックスとかで英語字幕入れて、うん、水曜どうでしょう見たら、また新しい楽しみ発見みたいな。なんで、なんかその言ってることで英語がなんかちょっと違うんですかね。英語分かる人はそういう。そうですね。水曜どうでしょうは面白いよ、うん、藤村さんだ。藤村さん、嬉しのくん、嬉野くん、あの辺の方に会いたくなるもん。あ、なんでも、そうですよね、面白いな、この人の喋り方とか。うん、見よう、それは。ホーチミンか。ホーチミン、そうだね。ホーチミンはまあベタですよね。そうね。いや、マニアックになりすぎちゃうから。これこの話。はい、好きな方。それやっぱストレンジャーシングス。ストレンジャーシングス最高。面白いんだ。めちゃくちゃ最高。可愛い。へえ。はい。なんかね、うん、そうあれなの、やっぱちょっと
スタンドバイミー的な、あ、そうですよね、グーニーズ的な冒険感があるんですよ、子供が、子供たちの、うん、80年代っていうの、そうなんですよ、そこがまたね音がかっこよくて、音楽が、音楽かっこいいね、オープニングも超かっこいいんですよね。あとその怪物だったりとか、はいはいはい、超能力だったりとか、はいはいはい、なんかその、はいはいはい、SF のなんかね、はいはいはい、全部なんか好きなのが全部入っちゃってる、なるほどなるほど、そうそうそう、あとスッと見れるんですよ、時代背景がそのあたりなんで、そうです、なるほど、ね、はいはいはい、家電しかなくてそれ抜かれたらもう連絡取れない今もありえないじゃないですか、携帯があるんで、そうだね、スッと入っていけるんですよ、あの不便さと、不便さが、はい、もうだから電話、家電しかないからどこにいるか分かんない、分かんないし、うん、でも本当そうでしたよね、子供の頃、お母さんお父さんそんな子供がどこで遊んでるかそんな気にしてなかったですよ、そうだね、僕らの時代でも、そうだね、確かにね、はい、うん、確かにソロバンサボってね、友達とかとソロバンサボって、あの近所の用水路でザリガニ取りをみんなでして時はもう今すぐバレますもんね、多分夜までそうだね、夜まで見つかんなかったもんね、うん、夜すげえ怖い顔で親たちがいっぱいそれはそれも怖い、終わったと思って、終わったと思って、人生終わった終わったすごい悪いことして、バレてると思って、テレフォンカードみたいなの渡されてました、僕習い事してて、あ、でもそういう時代、そうだね、そうだね、公衆電話で、はいはい、確かにそうでしたわ、あったその時代だった配信サービスとアニメドラマ、大島さんがキスキル、あ、キルラキル、キルラキル超ハマってみたいな ね、はい、そうね、ストレンジャーシングスとあと水曜どうでしょうハリーポッター好きな、いやいやでも、うんうんうん、確かにそうですね、はい、Hulu とかだとあれもヒロアカも面白いよ、ね、ヒロアカとかもね、ヒロアカも面白いですね、たくやちゃん、かずやちゃん、おしまちゃん、あわじさん、こんにちは、はい、こんにちは、ラジオネーム言わせた、むっちりぐみ太郎さん、むっちりぐみ太郎、いい名前、さあ、本題ですが、僕は先日シーンとしたところでお腹がギャラルホルンみたいな音が鳴ってしまいました、ね、そこでシーンとしたところでお腹がギャラルホルンみたいな音が鳴ってしまいそうな時、立ち垢の皆さんはどう過ごしていましたか。ギャラルホルンにいりますもん、ね、いいんですよ、無理やりモンストかけなくてもいいんだよまあもうお腹が鳴っちゃう、ね、ギャラルホルンいやいや、それ言ってるじゃないですか、言いながら言いながらギャラルホルンゲルホン。いやでも別にそのゲルゲルって鳴ってんの聞いても何も思わないですけど、何も思わないな、そう、あの自分だけ恥ずかしいんだよね、そのならないように、女性とか多分特に恥ずかしいと思う、女の人ダイエットとかするからさ、うん、あ、そういうこと、なるなるよね。でも僕で言うと、その日頃移動中基本電車とかでも音楽聞いてるんですよ、イヤホン、うん、だから音楽聞いてるから、その音が基本メインで鳴ってるじゃないですか、うん、だから結構でかい塀越えちゃうんですよね。うわ最低だ、最悪だよ、すごい、塀越えちゃうよ。でだから聞こえないと思っちゃってるんですよ、僕は、ここの音楽があるから、うん、その道とかで、そうそうそう、ブーって道でも電車の中でもどこだって、電車の中でもあれ聞こえたなみたいな時もあんの、あ、そう、こいてから、あ、俺だけしかこの爆音で音楽聞いてないのか、やべえないやいや、サイコパス、サイコパス、いや、これサイコパス、いや違います、あるあるってみんな思ってると思います、お前でってか、こいつ密室でやるからこう立ち悪いんだよな、マジで。俺もおならする人好きじゃないもん、俺も好きじゃないわ、いや、それ僕もあれ、我慢できるし、あのあれ僕も嫌いですよ、おならしてなんか臭いって言われてるリアクション見てなんか笑うやついるじゃないですか、いや、しちゃう人が俺するやつがおかしい、うん、おかしい、いや、してるでじゃないですか、みんなしてるけど、人の前ではやる、はい、人の前でしない、いや、だから僕もそんなしたくてやってないですよ、音楽聴いてて大丈夫だろうと思ったらポッてなってだって楽屋でするもんね、そう、楽屋でしますよ、もう先輩いる楽屋でするっていやでも俺絶対しないかな、堀さんの前とかいや、堀さんの前では僕もしないですよ、選んでんじゃねえよ堀さんの前とかでしないかな、いや、それは僕だってしないですいやでも確かに俺にも気を使え、いや、楽屋がすっごい大きいところでそのすごい10メーターぐらい離れててっていうのちょっと抜けてたんですよ、割ともうこんぐらいの距離でするわ、むしろじんまりしてるポテトチップスみたいなのに全員でこうやって気持ち悪いふざけんと、優しい先輩しかいないわ、まあね、はい、どんどん行きましょう、はい、あ、こっちもいいですか、あ、いいですよ、ちょっとね、はい、僕が読みたいのが、読みたいの、はい、ラジオネームケケケ
ケさんですね。ケ3つ、はい、カズヤさん、タクヤさん、アワちゃん、バクシマさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。バクシマ受け入れてるんで、いつも立ち上がを楽しく拝見しております。最近筋トレと有酸素運動をしてもなかなか体重と体脂肪が落ちません。おそらく停滞期だと思うのですが、体に変化が現れないのでモチベーションが上がりません。皆さんは筋トレの停滞期の期間をどうやって乗り越えましたか？食事も気にしてますし、プロテインもちゃんと飲んでます。皆さんはとかそんな、あともう筋トレって言ってたら終わりです、その話題は。あとおそらすみたいな、おそらすいや、筋トレと有酸素運動ですね。やってるだけ偉いですよね、本当に。淡路よくでも、俺ね、仕事の、はい、あととかにその筋トレとかジムとか行くのがもう考えられなくて、いやでもすごいですよ。だって普通に2時とか3時とか夜中に帰ってくることもやっぱ仕事あるんですけど、で僕普通寝てて、で帰ってきて結構ヘロヘロで帰ってきてて、まずやっぱ筋トレしてますもんね。家でも、あ、家でもすんだ。します。この前のキャラバン隊やったじゃないですか、でキャラバン隊の中打ち上げまで1時間ぐらいあったんですよ。キャラバン隊ってな、愛知で24時間テレビの中京テレビでいろんな場所行ってネタをやるっていうのが芸人でね、はい、まあ、違うグループだったけどなんか参加してたんだよね、はいはい、で1時間ぐらいみんなホテルでシャワー浴びてみたいな。そうだよ、だって俺はシャワー浴びて布団の上でハーって寝っ転がって、はい、ずっとモンストやってた、うん、僕はその時にもうあの名古屋のジョイフィットで調べて近くにあったんで行ってきました。それ、うわ、すごいね。すごいな。それは会員だったらどこでもいい。はい、どこでも入れるんでそれで行くんですけど。でシャワー浴びて行ったの。じゃあ、あ、浴びてないですよ、それは。それがすげえ。なん、俺人に会うときはなるべく綺麗な体で行きたいから。はいはいはい、あ、じゃあ、うん、あの綺麗な筋肉で行きたかったと。いや、その通りです。そんな汗かいた人が汚いっていうのは違います、ね、でもさ、俺さ思うんだけどさ、はい、こんだけやってんのにさ、はい、バッキバキではないじゃん、淡路。いや、なんか今ムチムチですよ。ムチムチいじりされてますもんね、うん、そうそうそう、なんかただでかくはなってると思うけど、はい、なんかこう割れてたりとかさ、なんか確かにこう、ま、そういうのないじゃん。ムキムキじゃなくてムチムチ、うん、ムチムチだからあの、そうだね、あの鍛え方が違うんだよね、鍛え。ボディービルダーとか、なんつうの、この美しい筋肉とかじゃなくて、そのプロレスラーみたいな体つくってるでしょ。飯もいっぱい食うし、はい、いや、パンパンの体に。本当に気分悪いです、僕は今。そんだけ気分悪いです。あのほら、全然なんか仕上がんないというかさ、でかいガタイにとって飯いっぱい食って筋肉つけるから、はい、すげえでかくなるじゃん。はいはいはい。あれを目指してんじゃん。いや、単純に我慢してないだけです、僕は。そうするとでもこうなるよね。あのさ、はい、線は出ないの。線で出ないじゃん。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。そう、だからこんだけやったら、うん、シックスパック。いや、だってもう結構半年、1年くらい。言いますけど、皆さんが見てる方々って、4、5年やってますよ。で、ボディービルの世界の言えばオリンピアとか出てる人の平均年齢って大体40歳ぐらいですよ。そこでやっと仕上がるんだ。そうです、そうです。そんな半年なんかで仕上がるわけないです。じゃあそういう風になるの、淡路も。僕もですか。僕いや、ならない。ならないよね。あ、だからその長期戦でか見てるってことでしょ、淡路は。だからまだ、いや、淡路はムチムチで終わるよ。いやいや、本当に若手レスラーみたいな。、まあ、それはね、和也さん、あの芸人にお前は何年経っても M1 1回戦落ちだって言ってるのと一緒です。そんなひどいこと言わないでください。でも足は細いじゃん。いや、でもスクワットはしてるんですよ。いい、ね、スクワット足はめちゃくちゃ細い。いや、いい意味で。これもね、また言いますけど、足が一番つかないんですよ。何人のその筋トレしてる人が悩んできたことか。あ、綺麗な足だな。で、半年でついたっていう人もたくさんいます。それすごい努力されてる方もいますけど、やっぱ大学時代思いっきりスポーツやってたとか。あ、そういう人はやっぱりね、あのアドバンテージありますよね。基礎ができてんだ、はい、筋肉。僕は結構雑にやってるんで、投げな筋肉の話。投げんだ筋肉の話。ほら振るから。あの人振るから。ケケケさん振るから。筋トレの停滞期のどうやって乗り越えますかって。いや、こういうね、雑音は多いです。僕も今。雑音って言う。ノイズがすごいですけれども、それでも諦めずにジムに行きましょう。なるほど。はい、ジムに行くこと。とにかくやること。はい。ジムに、ね、いつでも、はいはいはい、その出張先でも行けますんで。いいな、でもジム続く人っていいな、本当に。確かに。羨ましいな。うん、他ありますか？じゃあいいですか？はい。はい、
タッチさん、大島ちゃん、青葉ちゃん、こんばんは、はい、いつも楽しく動画見ています。ありがとうございます。これからも楽しい動画楽しみにしています。はい、早速問題ですが、今中3の受験生の息子がおり、普通科、工業、高専、いろいろありすぎてどこの高校へ受験させようか悩んでおります。そこで4人に聞きたいのですが、どのような理由で高校を選んだか教えてください。先生、お母さんが選んだからとか、制服がかっこよかったからとか、家から近かったからとか、何でもいいので教えてください。あとおまけでいいので、ゲーム三昧&動画ばっかり見て勉強をしない息子にやる気スイッチが入るメッセージお願いします。はあ、高校か。高校はどういう選び方？別に俺はね、もう入れる高校、俺もそうだ、俺らはもう芸人になろうと思ってたから。そう、あ、そうなんですか。高校はどこでもいいやぐらいの感じだったね。へー、あ、でも別々ですもんね。別々、うん、そうなんですか。普通にあんま受験しないでも受かるような私立受けたから、うん、別に俺はなんか授業よりもなんか楽しい実習みたいのがあった方がいいなと思ったから、うん、工業高校行った。あ、そうなんですね、うん、なんでもいいやっていう発想いいですね。いいな、うん、なんかあった決めてよ。なんか結構お母さん教育熱心で、僕ずっと勉強させられてたんですよ。だからもう高校もどうもこの、その結構その偏差値の高い2個しどっちかしかダメみたいな。あ、この頭、この高校とこの高校以外はもうダメみたいな。ダメというか、に行けるように頑張りなさいみたいな。で僕二択になった時にブレザーだった方にしました。え、っていうことは結構頭いいとこ？まあ岡山だったら。えそうなの、大島って。意外だな。意外。岡山だったら結構ベスト5ぐらいのとこ。すごいな、頭いいんだ。まあ高校でも勉強やめちゃったんで僕もあれなんですけど。ここまでは。高校まで普通に中学校とかも1番とかでした。意外。意外だね。意外と。俺大島ってなんかチャラついて、うん、あのクールとか読んで。クールってな、ちょっと世代違うんで、もう一旦ここでストップです。ここで一旦それでストップです。ないの？ないの？ないの？クールじゃない。クールない。何だった？何だったんじゃん。僕らの時ですか？チョキチョキですね。何チョキチョキって？チョキチョキとかが世代ですよ。クールとなんだっけ、もう一個。クールとなんだっけな。何ですか？あの東京トライブがやってたやつでしょ？あ、違うわ。東京トライブやってたの？東京トライブ。ああ、なんだっけな、雑誌の名前。まあコメントに書いてたのを読んでた。そうなんだ。意外とそうなんですよ。頭いい、意外だな。なんかでもその反動感はあるね。そう、その反動、僕も勉強しすぎて中学小中高と、それでもうパーンってなっちゃったみたいなありますね。すげえ。でお笑いやりたい。まずそのお笑い僕ダメだろうなと思ったんで、放送作家の裏方目指そうと思って。でちょっとだけその作家の弟子でなんか制作会社のアルバイトみたいなのを、うん、わ、知らねえ事実だな。大島のしてたことも知らなかった。あ、知らなかった。大阪にいたんですもんね。大阪で高校生クイズのクイズを考えてたんですよ。へえ、全然知らない事実。そうそうそうなんだ。そうなんですよ。あ、そう、はい、大島頭いいって。頭いいって、まあ勉強してましたね、あの若い時は。だってさ、ほらなんか歴史の話とかしてもさ、そう知らないんですよとか言うじゃん。あの僕世界史があんまなんですよね。日本史とかは。日本史詳しいの？タッチさんに比べれば。まあタッチさんでも詳しすぎます、日本史。詳しくはない。勉強っていうよりドラマとか好きなんだとか。ああ、なるほど。すごいよな、そういうの。関ヶ原、ここが関ヶ原かとかが好きなんだ。ロケで行ってね。ロケで行って。そうか、年号とかそういうのをめちゃくちゃ覚えてると思います。そういう、あ、そういうの勉強の、ね、勉強のそういうのは。でも僕もずっと偏差値50ぐらいの人生だったんですよ。別に勉強もせずに。偏差値50って少ないの？そう、もう分かんない。偏差値、偏差値50って、偏差値50ってちょうど真ん中ですよね。マックス100とするじゃん。マックス100としないですよ。でも偏差値50は平均より超上なのちょい上ぐらい。俺らね、知らないまま偏差値とかって一回も触れ合わないまま高校受験して卒業して。100はありえないですから、偏差値は。東大とかでも80とか。あ、そういうこと。偏差値130だとメンさん。でも僕だけ大学行ってんすよ、ここで。
あ、そうだ。あ、そうか。でもその一般的に考えたら僕が一番そのね頭良くないと思うんですけど、この3人と出会って常識のなさに本当びっくりします、自分の。何やってたの大学。知らないことの多さに。大学で何をやってたの。何ですか。ちゃんと勉強してたの。いや、してないです、本当に。でも英語が好きなんですよ僕。英語が。英語学部に行ってたの。え、英語なんで聞こえないのこの曲。英語。あ、まあそう、国際教養みたいな。国際教養学部って、まあ、そうです、そうです。まあ、でも発音とかはいいもんな、確かちょっと英語の。英語がずっと好きでノバも通ってましたし。じゃあちょっと喋れんの。いや、喋れないですけど。いや、でも当時は好きだったんでね。なるほどね。だから向上心はあったんですよ、大学1年生の時に。うん、で、なんか上級英語っていう名前はもういかついじゃないですか。上級、いや俺行ってみよう、これ俺はノバで力をつけたんだ、英語でこの大学入ったしと。で行って、じゃあ先生が一人で、はいはい、でその帰国子女みたいな女の人と僕の、だから生徒二人だったんですよ。でもちそのマイルズっていう、もう本当恩師なんですけど。マイルズってなんか情報量が多いな。でね、その人、いや全然関係ない話ですその人がもう絶対このクラス英語禁止だと。でとにかく俺の好きなことを、あ、英語だけ。あ、英語以外。英語以外。情報も日本語禁止だ。日本語禁止だった。あ、なるほど。で最初の授業は早速これだって言って、うん、マック持ってきたんですよ。うん、君たちこれ知ってるか、マッキントッシュ。うん、これマッキントッシュっていう機械だっつって、うん、この機械を俺はこの半年間でとにかく教えたいから、うん、ついてきてくれよっつって、うん、この機械があれば何でもできるんだ。じゃあまずはみんなでなんか動画撮りに行こうって言って、動画撮りに行って。うん、これをね、iMovie っていうアプリがあるから、これで編集してみようって言って、iMovie を教えてもらったんですよ、英語で。そこから来てるの。そうそうそう、すげえ。マジの原点だね。すごいね。動画編集とか曲をっていう。そうなんです。そうなんです。それで音楽も作れるんだよ、Mac があればって言って、ガレージバンドっていうソフトで、簡単にループをつなげるだけで、君のオリジナル音楽が作れるんだよ。わかったかい？これって、はい、正直言って大学の普通の授業を聞くよりも、うんうん、あ、そうです、そう、本当ためになりました、うん、すごいね、生きてく上でなんか、そうだね、すげえるものだよ、ね、恩師だね。 そうなんですよ、画像編集つって切り抜きのやり方を教えてもらってとか、で僕はその時に19歳だったんですけど、Mac を買えば何でもできるんじゃないかと思って、初めて Mac を買って買ったんだ、はい、そこから今に至るんです。すごいな。そうなんです、意外と恩師なんですよ、ね、面白い話がいっぱい大島が頭良かったっていうのと淡路が大学で恩師に Mac を教わった。だから単純に僕は英語が好きで入ったけども、そういう出会いがあるんで、結果でもそういう方に、はいはいはい、何でもやってみればいいと思います、ね、はい。まあでも俺はやっぱ友達がね、なんか作れそうな高校に行くのが一番いいと思う、ね、まあでも確かに、でもちょっとブランド志向になっちゃうんですけど、この普通科、工業、高専、いろいろあるじゃないですか、うん、高専ってちょっとかっこよくないですか。高専ってかっこいい、超かっこいいですよね。栃木にあった高専は私服ね、小山高専、ね、あ、そうなんですか、うん、なんか4年とか行くんでしたっけ高専。そうですね、かっこよかったよ ね、なんかロボコンといえばみたいな。あ、確かに確かに、いいよね。だからちょっと何のやる気スイッチが入るんですよ。でも普通にゲームとかもいっぱいしてたからな、なんか別に息抜きぐらいにする分にはいいと思うんですけどね、うん、でもね、ちょっとね、高校とか中学で勉強してこない人、ちょっと大人になってから学歴コンプレックスある、あるなりますよね、ちょっとね、情報入れたくなったりする。確かに俺は割とそうだもんね、うん、だからあんま勉強してこなかったからね、うん、なんかほんと歴史の本読んだりとか、うんうん、そういうのあるから、あ、まあ、今頑張ってしといた方がいいよっていう。そうね、そう、あと、うん、あ、でもね、今悪口いや勉強しすぎ て、逆になて自分の好きなもんしかもう入れないみたいな、大人になってからもう興味なくなっちゃうっていう人もいるから、まあそうですね、しすぎも注意じゃん。確かに、うん、それはそうかも、うん、でも具体的に僕はあれがおすすめ、自己啓発系 YouTuber 聞き流し。もう全然もう興味ない。聞かないですか、うん、いっぱいいるじゃないですか、なんかこういう考えでやってみたらみたいな、とかそういうなんかこうそういう人たちって、ひろゆきさんだったりホリエモンだったり大悟とかもそうですし、うん、今オリラジオの中田さんとかも勉強、中田さんの聞いてもいいんだよ、ね、勉強とか、ね、でなんか元マクドナルドで働いてた人ですとかもいろいろいるんですよ YouTube で。なんかじゃあ好きな動画
ばかり見ての中にその中になんかちょこっと入れるだけで聞き流してるだけでなんかちょっとね、なるほど、自分の中で引っかかる何かペンってあるか、はい、もしかしたら確かに ね、 あっちゃんの将来もねいいよね、うん、確かにもう今 YouTube で勉強できる時代じゃないですか、確かにね、うん、なるほどね、いや意外と知らない真実がそうだね、面白かった、ね、面白かったですね、はい、さあまだいけるのであれば、いやいやもういけないです なんか、はい、あんの、ね、いそれによってどうしてもあるならいいけど、はい、どうしても、はい、最近太ってきて悩んでいます、どうすれば痩せることができますか、簡単に痩せる方法を教えてくださいということなんですけどもね、いいよそれやっただろそれも大丈夫です、それも、はい、あと淡路さん大好きですっていうのは読まなかったですこれ。なんかそれちょっとやらしい。読めばいいじゃん。別にダサいな。お前ダセーな。出れた。むっつり。体もむっちりしてきたし。何言ってんすか。いやいやすごい。それも恩師に教えてもらった。いやそんなの。これ松竹の頃に。松竹の。松竹時代の。はい。ということで。頑張ってくださいダイエット冷たいな保湿を控えめに、はい、皆さんありがとうございます、たくさんお便りいただいてめちゃくちゃいっぱい、うん、ちょっと全部読むことできなかったんですけど、すいろいろありがとうございました、はい、またね、うん、タチラジ、はいはい、第5回第5回もあると思いますので、はいはい、そうですね、はい、そちらもぜひ見てください、またお便りお待ちしております、はい、お待ちしております、その他高評価コメントチャンネル登録もお願いします、はい、今日も見てくれてありがとうございます、また明日も見てね、バイバイ、はい。